はい、えー、ではですね、神奈川県から大津市町へ支援している団体さんからの活動報告ということで、えー、あのこちらの方を紹介させていただきたいと思います。えっ、ー、と横浜市瀬谷区にありますえっ、ー、と世約区のえっと団体ですね、三陸沖に瀬谷丸を実行委員会の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。えすみません、えー、ちょっと。 えー、予定より時間がちょっと押してきちゃったので今回あの、山根さんを本当今回呼んでいただきましてありがとうございます。えー、今回、皆様の、えー、とうでこういった計画を立てている中、ちょっと段取りを狂わしてしまってまず最初に申し訳ございません。でえー、今回、えー、自分たちが、えー、と三陸沖に迫るをということで実行委員の露木と申します。 で今回あと副会長の相、えー、原さんと E の健一ですで今回会計士の、えー、士あごめんなさい税理士の川 <laughs> 瀬さん川瀬さんに、えー、今日お越しいただいておりますでえっ、ー、と自分たちの設立についての経緯を、えー、ちょっとご紹介させていただきます。 今回、えー、岩手県大津市町の安土小学校に3月31日の夜に。えー 瀬から出発しましてまあ今回、施薬の若手が中心に自分たち今あの職人関係をやってるんですけど、えっとそういった方々に12名でトラック5台分の物資を、えー、届けさせていただいたんですけどその時の1回目の炊き出しが、えー、1000人分のカレーということで、えー、最初はえっと300人という向こうの方の情報だったんですけど、えー、いろんな方に避難されている方から、えー、ぜひこっちにも回してほしいという依頼がありまして。えー カレーを人分今回横浜飯田疾病支部ってなってるんですけどうちら唯一子として今回え活動をやらせていただいてましたでその時にまあここがカレーを作らせていただいて食べてるとかなで今までに何回かえとやってたんですけどまあ今回カレーを作り行った時にえ漁師さんたちがまあ漁師でって,ってもまあ職人と変わらないって自分たちは思ってるんですけどえー 今、何が一番欲しい、何が食べたいって聞いたところ、俺たちは漁師だから魚が食いてえと、えー、まあそれを話をまあ涙ぐんでしゃべっている方もいれば、本当なんてうんですか、ね、安藤小学校2丁目の人たちとうまくいってない方もいっぱいいらっしゃったんですね。でその時にえと漁師がへそを曲げてるっいうことが一番気に食わなかったんですね。でその時にまあ漁師さんに、じゃあすぐにイワシ,イワシとアジを。 1000人分ずつ送るってことで、えー、と次の、えー、第2プランとして漁師が魚を焼くってことで、えー、YouTube の方にも、えー、載ってますけど、えー、漁師さんたちが一つになって魚を焼いて食べてくださいってお手紙も、えー、添えて言う、えー、一個として向こうの方に4回5回,4回かな5回ぐらいあの炊き出しの方を行かせていただいたんですけどそれがきっかけでえー、と セアフェスティバルっていうのが、えー、10, あ 10, 10, 10月にこの間あったんですけど去年のその時に、えー、岩手県大津市町の方から漁師さんが、えー、お越しいただいた時にまあその時にはうまく成功したんですけど、えー、ある居酒屋さんで、えー、と打ち上げとかまあ反省会を兼ねた時にあのその漁師さんが えー、俺たちは漁師なんだけど船がね仕事ができないっていうことを涙ぐんで、えー、うちらこの若手の中で、えー、言っていただいたのが顔が忘れられないっていうことで、えー、今製薬を中心としてすみませんお願いしますえっ、ー、とこういった東の幼稚園って今入ってるんですけど今回あの自分たちがこういったことをやろうってことを決めた時に、えー、この幼稚園の、えー、園児さんが えー、張り絵を一生懸命やっていただいて岩手県大槌町の、えー、新今でいうと新大槌漁港というところなんですけどそこの方々に、えー、とこういったことをやるということで、えー、こういう写真を撮っていただいて、えー、今、瀬山丸をという形になっています。今今回、えー、との若手が中心でで動いてるんですけど どうしてもやっぱ若手だけだと力不足じゃないかといろいろお話がありまして <laughs> 今回、ここにいらっしゃる方が自民党の方ですでその横が民主党の方で自分なんですけどその横が区長瀬谷区長さんでその横が医師協会の会長さんであとは自民党と。 えー、民主党今回、ちょっとこれには共産党の方がちょっとあの時間なくて来れなかったんですけど、えー、党派をあの超えた活動をしたいということで、えー、全員が一応していただいて今、制約で活動をしている最中です。お願いしますで今回、このたまたま「瀬やまるくん」という名前が一致したんですけど制約庁のほうからのこういった活動でキャラクターを使用していいという許可をいただいて、えー、一緒に福留さんと一緒に、えー、とこういったポスターを。 <laughs> えー、これ3月25日の日なんですけどこの間フリーマーケットを開催いたしましたお願いしますでこれですねはいすいませんお願いしますで、今、えー、自分たちの活動としてはまあフリーマーケットもそうなんですけどこういった募金箱を薬剤師の方から 方々にいただいて、えー、募金箱を買うとやっぱお金がかかるということで今一生懸命穴を開けたり一生懸命こう自分たち若手で、えー、と募金箱を作らせていただいてますお願いします。これが、えー、と自民党の、えー、とそういった活動の中に行かせていただいて募金活動でこっちが民主党さんの方で同じことをやらせていただきました。はい,次お願いしますで今回、えー、と地元新聞は、まあ どこにもあると思うんですけど、タウンニュースさんに協力いただいて、えっ、ー、とこういった活動を載せさせていただいてます。お願いします。で、今回えっ、ー、とこれは産経新聞さんですね。こちらにも取り上げていただいてます。お願いします。で次、神奈川新聞さんで、東京新聞さんにもえっ、ー、と載せさせていただいてます。で、今回えっ、ー、と旗ここにあると思うんですけど。 えー、こういったものを作らせていただいて、ごめんなさいね、焦ってちょっと申し訳ない。<笑><笑>まあ、今三見附と瀬谷区、えっ、ー、と、見附駅と瀬谷駅で中心に今募金、こういった募金活動を行っている最中でございます。はい、お願いします。えー、今回、えっ、ー、と、真ん中に映ってる方なんですけど、えっ、ー、と。秦野市からお越しいただいて、えっ、ー、と。 神奈川新聞をあいて片手に、えー、こういった活動は素晴らしいということで。二十万円を秦野から電車に乗って、あの、わざわざ精駅までお越しいただ。いただいた時の写真です。はい、でこれが、えっ、ー、と、三月二十五日の日のフリーマーケット。これ議員さんの、えっ、ー、と、こ。大津市長から副町長さんがお越しいただいた時の写真です。すみません。 で今回、この、えー、と三陸沖に瀬勢丸をの T シャツの販売もさせていただきました、はいえー、と地元消防団の、えー、と自分も消防団、今やらせていただいているんですけど、えー、とこういった女性消防団という方もいらっしゃるんですけどぜひ参加したいということで協力していただいて、えー、とフリーマーケットを開催しました。はい えー、まあこれその時の様子です。でこれがえっと消防消防団の消防車と一緒に子供が写真撮影をしている時の写真です。でこれがセヤの沖縄太鼓若手の方々がすごいあの魂を込めたっていうかすごい迫力のある隊伍をやっていただきました。でこれはハエト高校のハエトソーランっていうの。 やっていたただきましたでこれがビリーさんという、えー、とお笑い芸人さんにお越しいただいて、えーとえー、と無料で、えー、とこうやっていただきましたで今回のフリーマーケットの、えー、金額なんですけど、まあ、1日でちょっと時間もなくてあのこういったポスターもギリギリになって出したんですけどこういった制約の中で一応、えー、これだけの収益 うん、げさせてで今回えっ、ー、と今現在昨日ですね474万円をえっ、ー、とでにあとに目標金額あごめんなさい説明してなかったんですけど目指せ3000万円ということでえっ、ー、と 国の補助金、復興手当金をいただくと、1億7000万円が、えー、と補助になるということで、2億円の船が買えるということで、えー、目指せ3000万円で活動させていただいてます。 でえー、とこれが新しい今度、えー、とビラの方をあを作らせていただくんですけど今日の時点でせや郵便局さんにえお伺いした、えー、ときに郵便局の方でもえ通帳を作らせていただくことができましたので今後、こういった活動はせや丸ということでせや、えー、の近辺にはあちこちにいっぱい貼らせていただいている今最中です。えー大丈夫ですかね、あとじゃあ一言 <laughs> 急に振られて <laughs>、はい、えあのーまあ、以上、こんな説明でございますが、えー、一つ、えーまあ、あの本当に政役の、えー、若者が中心となって、えー、活動しております、えーまあ、あの先ほど議員さんですとかね、政、あのーま、町のあ年長の方、いろいろ写真もありましたけれども、本当にそういった方にもご協力はいただくんですけれども。 今、このつゆき会長なんですけれども、まだ31歳という、31歳、2歳、2歳ですね。ということで、すごい若い人間があの中心になって、そういうのも私はもう40半ばを超えておりますので、ちょっと本当に若い人が頑張ってるなということで、ちょっと私の方もお手伝いさせていただいておりますどうぞよろししくお願いいたします。 無料でこういったものもいただいたり、かなりあの協力していただいて。いる最中なんですけど、ぜひあの今日お越しいただいている方でも。あの、製薬ではこういった活動をやってるよとか。まあ、大槌町に船を、ええー、渡す。岩手県なので、一緒の仲間として、あの、瀬山も応援していただければなと思います。今日は本当にありがとうございました。はい。 管理局せや丸を実行委員会の皆さんありがとうございました。実はなんか、この後また会議があるということで、あの結構急遽だったんですけれども、来ていただいて、あの是非そういう活動が神奈川県内にあるなということを、皆様にあのご案内したく、あの今回来ていただきました。皆様ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 はい。ではですね、えっと、プログラムでは、えっと、初めだったんですけれども、えっと、2番目にですね、え、熊横、え、ネットワークの、え、東條さんからお話をいただきたいと思うんですが、えっと、ちょっと今、配布資料がありますので、お渡ししますので、の前から一部取って後ろに回していただくようにお願いします。 はい、ではえっ、ー、と暮らしむじらしまちづくりネットワーク横浜の、えー、東樹さんどうぞよろしくお願いいたします。あ,ありがとうございます。<laughs> えー、皆さんこんばんは。えー、暮らしまちづくりネットワーク横浜の東樹と申します、えー。東に樹木の樹と書いて東樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、すみません、座らせていただきます。 えまず、ですき今日このようなあの機会をいただきましてえ事務局の方皆様どうもありがとうございましたで簡単にですき今日え説明させていただきたいと思いますえっとまずま、暮らし町づくりネットワーク横浜っていうまあ正式名称なんですけども通称、熊横と言っておりますちょっとあの舌かみそうな感じのえ名前なので熊横というふうに呼んでいただければと思います。 で熊横はです、ねえーまあ、今、大津市町の中で、まあ、一番最初はあの小賀口という地域に入ったんですけども、まあ、その後ですね、えー、現在仮設住宅の方に移りまして4月からは、まあ、この地図にはちょっと入りきれなかったんですけど和野橋という253世帯、まあ、ある大規模な大津市町の中では大規模な団地なんですけども、まあ、そこで今活動をさせていただいております。 はいえー、熊横とはということで、まあ、あの皆様にお配りした黄色いチラシのですね一番上のところに書いてあるんですけども、えー、裏面に、まあ、どういうメンバーがいるかというのが載っているんですが、あのー、今、27の団体、まあ、個人、まあ、個人はちょっとここに入っていない人もいるんですが、まあ、あの27団体が関わっております NPO 法人や、まあ、あとはあの社会企業ですね あ、ま、他にも中間支援機関として、まあの今日も会場の中にいらっしゃいます明治学院大学のボランティアセンターのさんですとか、あとはあの横浜市のボランティアセンター、まあ、社協が運営しているボランティアセンターなんかも関わっております。で、えー、申し遅れましたが、私は今ですね、横浜市市民活動支援センターといいまして、えー、NPO 等の、えー、マネジメント支援等をさせていただいております。 まあそういう中間支援機関で運営している NPO 法人、市民セクター横浜の職員をしております。はいまあ、そのありあの熊横っていうのは、えーまあ、介護ですとか、あとはあの住宅の建築だとかっていうふうに、えー、暮らしとかまちづくりに関する関わるメンバーが集まっております。 でえーまあ、活動経過の概要っていうのはその黄色いチラシの右側に書いてあるんですけども、まあ、4月19日にこちら発足いたしましたで、まあ、発足のきっかけっていうのはですね、あのーまあ、う私の勤める横浜市民活動支援センターの方で、まあ、震災直後から、まあ、ウェブサイトでですね情報を発信してたんですね。まあ、いろんな地域かからの、えー、宮城だとか岩手の まあ状況なんかが、まああのーまあ、なかなかこちらでは収集しにくいっていうのもあったので、えー、独自のコネクションを生かしまして、まあ、ウェブサイトでどういう状況なのか、まあ、ボランティア募集ではどういうところをし,しているのかなどを情報発信をしておりました。まあ、その中で、あの震災直後に現地に行かれた団体の方からですね、いや実はね、あのーまあ、向こうの活動をしてるんだけども、えー ちょっと本業のまあ横浜の本業の方が人が足りなくて大変なんだよねとか資金がちょっとついていきそうなんですよっていうようなご相談をま複数の団体からいただきましてまあそれではあのネットワークでまあやっていきましょうということでえまあ今27に増えたんですけど最初はまあ10団体ぐらいからスタートをいたしました。で、えー まあこの熊横も実はですね0円からスタートしてるんですね <laughs>。どうしたかと言いますと、一番最初は個人からのご寄付いただきまして、そこがきっかけで、5月からですね、4月に調査で1人行ったんですけども、その後5月からまあ大津町の方でえ毎月定期的にですねあの活動させていただいておりまして、ああレンタカーを借りて、 みなとみらいのインターチェンジからまあ約10時間かけてですね、お師長の方にえ行かせていただいております。で、ああ第1回が5月18日から21日って書いてあるんですけども、第1回から第3回ぐらいまでは、その小賀口という地域に行ってたんですけども、そこではま,あまず最初は炊き出しですとか、あとはえまあ配食なんかも。あ,あの 現地に入っている NGO と共同で実施したりあとは即浴なんかも行っておりましたでやっぱりあのまとごろネットさんも足湯をやってらっしゃるんですけども即浴やるとですねまあ、心身ともにリラックスされる成果ですねまあ、それプラス、えー、よそ者の相手だからっていうのもあるんでしょうけども本当にあの 体験談っていうんですかね、まあ、ご自身が経験されたことを、まあ、最初は本当に話していいものかどうしようかって迷ってらっしゃる様子なんですけども徐々にポロポロと、えー、お聞かせ、まあ聞,かえー、聞かせていただくことができましたで、まあ、特に私の中で印象的だった方っていうのは、まあ、最初はぜひ即刻やりませんかっていうふうに お誘いいしたところ、いや私は足汚いからいいのよっていうふうにお断りされたんですけども、まあ、よくよくまあお話を伺っていると、まあ、あの全身、えー、津波を浴びてしまいで何日もお風呂に入れなかったのでもうヘドロがです、ね、足の裏にこびりついて取れなくなってしまったとで、まあ、そういうようなお話を伺って、まあ、軽石で少しこすらせていただいたりまっ、あ、けで洗ったりっていうのをさせていただいて 少しし取れてはしたんですけども本当にそのまあ自分は何しに来てるんだろうっていう風な錯覚を起こすことがありましてそれはなぜかと言いますとえーまあ一応まあ被災者の方のサポートとして何かお役に立てればいいなというのでネットワークを組んでいったんですけどもなかなかその 本当に役に立てているのかっていうそういう不安にかられたり、そうですね、大津市長と今までこの震災がなければ全く縁がなかったものとしてまあ行かせていただいていいのかどうかっていうそういうところで悩んだりもいたしました。あとは買い物支援なんかもやったり、これはですね、7月以降なんですけども、 仮設住宅の方で、まあ、子供の遊び場作りって言って今日も実はあのその専門のメンバーが一人 <laughs> 来てるんですけども、えーまあ、プレイパークですとかあの子供関係の、まあ、ことを行っているメンバーがおりまして、まあ、そのメンバー中心にやっぱり仮設住宅の中って遊ぶ場所が全くないもので、まあ、そういう場作りなんかも行っておりましたで下の写真はですね、まあ、お団子作りをしたんですけども やっぱりあの食べることってみんな好きですよね <laughs>。まあこの時は本当にあの自分の思い思いの形を作ってえーまあ,あんまり大きい声では言えませんがまあこうとぐろを巻いたようなあの <laughs> ものを作った男の子もおりましてそれを茹でれるのにすごい時間がかかって「まだできないの?」と催 <laughs> 促されるようなこともありました <laughs>。 あとは、ですねこちらみんなの和の縁日ということでえまあやっぱ交流のきっかけイベントっていうのを実施させていただきました。これはあの私たちがま主催というよりは住民の方々がえ中心になってですね私たちはまああの少しサポート役に徹しさせていただいてえ実施したんですね。左下の写真はあの 畳2畳分の将棋盤なんですけどもこれもともと寿町でですね使ってたものなんですねでまあ最初はあのうちのメンバーの男同士でえ将棋を打ってたんですけども誰も人が集まんなくてどうしたもんかなと思っていたところそのま左側のピンクの T シャツ着た女の子が将棋を始めた途端ですねおじ様方が集まってきていただきまして何やってるんだろうっていう覗いてきて。 いや次はあそこの手がいいぞみたいな感じで口を出していただいたんでねあの、まあ、なんかこういうツールを使ってですねあの、まあ、自然と交流することができてきたかなというふうに思っておりますで私たちとその住民の方々だけじゃなくて住民同士の方で、まあ、こういう場を通してですねあのお話しする機会っていうのがあの得られたというようなお話をいただきました というのも仮設住宅につって隣に住んでる人といまだに話したことないんだよねっていうようなことがですねえ7月ぐらいからまあ仮設に移っていたんですけどもまあ9月10月の時点でもそういうお話を伺ってたのでなかなかやっぱりまあバラバラな地域から集まってきてまあじゃあ一緒に住んでるものとして仲良くやりましょうよっていうのは難しいのかなっていうのをすごい 実感いたしましまで右上の写真なんですけどもあの食べ物これはおでんですねえを作ってたんですがあの黄色い T シャツを着てるまあご年配の女性なんかは「お茶っこはいかないけどもあの料理作るんだったら行くよ」っていう風に言ってくださってえまあお茶っこは悪いっていうわけじゃないんですけどもその やっぱり何かしらの役割っていうものがあることによって、その外に出やすいのかなっていうのをその時に実感いたしました。であとはこちらですねあの、メンバーの中にですねコミュニティカフェの運営を行っているもの、まち、あ、づくりに関する仕事をしているものもおりますので、その中でいろんな全国の地域のでおもしろ事例なんかもご紹介させていただいて、 仮設住宅っていうのはまあ期間は期限はあるかもしれないんですけれどもその中でどういうふうに住民同士の助け合い活動をやっていったらいいかどういうふうにコミュニティとして取り組んでいったらいいかというところをまあ簡単な事例をですねご紹介させていただきましたはいで一方ですね横浜でどんなことをやっているかということなんですがまあ主に2点ですね まあの日々、毎月大津ンに伺うにあたりまあ調整を行うということが1つともう1つはですね1月の下旬にまあ横浜市市民活動支援センター主催でですね市民活動ボランティアフェスタというのを開催したんですけどもこちらの中でお茶子サロンを実施いたしましたえこれはですね全国紙4紙に取り上げていただきましてえ40名弱の方ですかね あのお越しいただいたんですけどもま当初その岩手のお茶っサロンというふうに目打ってえ実施してたんですが蓋を開けてみたらですねあのお越しいただいた方は福島県から避難されてきた方がまあ9割でしたねはいでまあそういう方々まあ福島県の方ではあったんですけどもやはりあの今後も継続的にこういうのをやってほしいというようなご要望をいただきまして ま,あまたあの来年度ですね、実施していきたいなというふうに思っております。またですね、横浜での活動として、湖南台タウンカフェって皆さんご存じでいらっしゃいますかね行かれたことある方いらっしゃいますかあ、ありますかありがとうございます。あ何名かいらっしゃいますね。江南大タウンカフェっていうのはコミュニティカフェで、あそこは NPO 法人と企業と株式会社と、あと商店会であの運営している。 えー、カフェなんですけども、まあ、そちらでですね、あのーまあ、今回熊横で撮ってきた写真を展示させていただいた時に、まあ、大市出身で横浜に住んでらっしゃる方ですとか町田に住んでらっしゃる方とか、まああのー、新聞にも掲載させていただいた朝日新聞に掲載し,していただいたので、まあ、それをご覧になって来ていただいた方々もいらっしゃって本当にあのー、まあ 以前の状況をご存知の方だったので、まあ、その涙ぐんでその写真を眺めていらっしゃる姿を、えー、お見受けいたしました。で、まあ、あの大津市の方もやっぱり、まあ、こっちにもね、あのいらっしゃるので、そういう方々を対象にしたお茶子サロンなんかも、まあ、横浜で展開できたらいいなというふうに思っております。で、今後、 の展望なんですけども、大津でですね、今、大槌町の NPO 支援ネットワークっていうのがあのできておりますので、そちらにも一応メンバーとして関わらせていただいてはいるんですけども、なかなかあのタイミングが合わず、会議にはまだ一度も参加できてないんですね。会議は今もう2、3回ぐらいえ開催されているようなんですけども、まだえできておりません。あと、コミュニティカフ付加の支援っていうふうに書いてあるんですが、 まあちょっとおこがましい書き方で恐縮なんですけども先ほどあのーオラが大土姫広場の阿部さんの方からもお話あったようにあの復興食堂が再開の場になっているというようなお話があったと思うんですねで実は私どももあの某商店のですね個人商店だったんですけどもの復 こうサポートっていうのをちょこっとやらせていただいたところがありましてでそこのお店がですねえまあもう店舗は流されて何にもない土台しか残ってない状況のところなんですけどもまあ仮設店舗を建てていらっしゃっててでそこでまああのお店の店主の方とお話をさせていただいた時にここが情報交換の場になってるんですよと。 で実際、私たちが伺ったときにもです、ね、まあ、常連さんが出入りが結構あったんですね。で、まあ、誰々さんって今、どこの仮設に住んでるの、まあ、そのときはちょうど仮設住宅に移った直後ぐらいだったの,ので、まあ、そういう話があったんですけども、やっぱりそういう場っていうのは本当に重要だなと。なので、復興食堂のある、あの、中心部ですよね。 あそこは本当にいい場所だなと思っているんですがまあそこをですねもう少し何て言うんでしょうねまああのえ私たちが持っているノウハウをまあご提供できたらいいななんていうふうに勝手に思っているので <laughs> まああのその辺は実は岩間店長さんとも何度かお話をさせていただいたこともあるのでぜひ何か機会があったらあのご協力させていただければと思っています。 であと、横浜でできることとして、まあ、商品の反則支援というのに書いてあるんですけども、まあ、先ほど申し上げた高難度タウンカフェの方で、まあ、おーちゃん人形なんか持って販売させていただいたりしてるんですが、まあ、そういう向こうでの,あの作っていらっしゃるものを、まあ、横浜でもですね、えー、販売することによって、まあ、先ほどキーワードで忘れないということもあったと思うんですが、皆様に あの大市の状況をですね知っていただく機会っていうのを、どんどんそういうところからもですね広げていかれたらいいなというふうに思っております。大、は、槌、い、で,でできることとして、まあ、あの一番上に書いてある、まあ、現地 NPO からも、実はですね助成金の申請方法とか、そういうところでもご相談いただいておりまして。まああの 3月に行ったメンバー、2月にも、2月と3月に行ったメンバーは、その申請書の書き方なんかもあのアドバイスさせていただいたりしておりました。で、正直ですね、いつまで続けられるかっていうのは、分からないところなんですね。期限っていうのがどこまで区切っていいのかっていうのは、正直、我々、 会議をやっている中でもあの決めかねているところなんですで、まあ、いつが復興と言えるのかっていうのはまあ誰も分からないとは思うんですけども、まあ、何かしらのこの縁っていうのはあの是非続けていきたいなとせっかくこの、まあ、きっかけは、まあ、震災津波っていうものだったかもしれないんですけどもでも あの避難所からですね仮設に移るときにどこの仮設に行くかわからないっていう女性からですね絶対私を見つけに来てよってどこの仮設にいるかわからないけども絶対私を見つけに来てよっていうふうにおっしゃっていただいたんですねでそういうご縁っていうのは本当に大切にしたいなというふうに思っておりましてま横浜でもねいつ何が起こるかわからないと思いますのでまあその時は大槌の方にもですねぜひあの えー、連絡取り合っていけたらいいなというふうに思っております。はい。最後に関さんから何かあります？<laughs> 今日うちのメンバーであの来てるんですけども <laughs>。はい。<laughs> すいません無理やり無理やり登場してきました <laughs>。 あの今当時、僕はその中であの子どもたちと遊ぶところの担当というか担当って,当っても変なんですけども仮説でちょっとそのプール出したりなんとか出てましたけどああいうことで例えばさっきも誰かおっしゃってましたけどその頑張る人はすごく頑張り始めた頑張らない人はこっちにいるぞという二極化が出てき,て,きて,っていうおっしゃった方もいらっしゃるその通りだったと思うんですけどもあのお母さんが頑張ろうとして外へ出,出るとその家に残った子どもたちどうすんのって 保育所があるわけじゃないしみたいなことになってきて、その子供たちをまあせめて月に一遍でも面倒見ようかと、なんじゃ僕が言ったら子供たちが僕の面倒を見てくれるんであの一緒に遊べるなっていうことで今この熊谷の中で動いてます。すいません飛び入りしました。<laughs> はい、すいませんあのまとまりのない、えー、話になりましたがこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 東さんも、ね、あの昨日の夜に来ていただけるということが決まって、あのどうもありがとうございましたえとではです、ねえーと、神奈川のボランティアステーションの方でも、あの大津市長に向けた支援を始めようとしておりますので、えー、その部分に関しまして、えー、ボランティアステーションの事務局スタッフの、えー、石田よりあのご案内をさせていただきます。 皆さんこんばんこばは特に資料を用意していないんですがすみません、えっと、私はです、ね、神奈川東日本大震災ボランティアステーションという神奈川県と神奈川県社会福祉協議会それから神奈川災害ボランティアネットワークという3社の共同事業でこのボランティアステーションというのをやっているんですがあ、えっとですね、プログラムの方の、えっと、肩書きというかが若干中途半端な神奈川 災害ボランティアステーションとかってなってるんですけど、正しくはさっき出た神奈川東日本大震災ボランティアステーションの事務局をしてます石田と申します。えー、私はですね、あの NPO 語り場という、えー、別の NPO の団体がやってるコラボスクールという。えー 無料塾ですね、放課後の塾のようなものを、えー、語り場の方でで、女、え、川、ー、と大槌の2か所で開校しております、その大槌の、えー、大槌林学者という、えー、ところに、1月の末にです、ね、で一応、ボランティアという形で、えー、5日間、活動をしてきました。 でなんで、いきなりどんな教育支援なんだろうって思う方もいらっしゃるかと思うんですが私、もともと教員だったんですね、去年、震災が起きた時には教員をしておりまして、えー、まあ自分がも,もともとやれることというか、まあ、あの教えていましたので子どもたちの,その学力低下とかあの学習する場所がないとかっていうことに関してやっぱりあの注目をしていた部分もあって。で あのたまたま最初は夏に女川をオープンしたんですけどその時にボランティア募集という記事をたまたま見かけていたんですがえ夏場はボランティアステーションもバス出しまくっていたのでそ,んでそれどころではなくてえそしたらえ秋口に今度12月に大槌で2校目を開校するらしいという情報が入ってきてえじゃあちょっとぜひ行ってみたいということで5日間行かせていただきました。で えっと、正式にはこの1月23日が本開校という形だったんですが仮開校で12月から、えー、活動していました私が言ったのはちょうど、えー、開校式の翌日24日から5日間だったんですけれども、えー、当初、この語り場の方たちからお話を聞いたときにはあの塾なんてやらなくていいですというあの教育委員会だとか、えー、町の方の声があったそうです。ただ 実際にやりますってなってアンケートを取ったところ800名近くの申し込みがあったそうなんですねただ場所がないということでえ先ほど映像のほうもちらっと出てきたんですが小槌神社の隣に上町ふれあいセンターという場所が公民館みたいなところがあるんですけどそこをえーお借りして今運営をしていますでその関係も場所の関係もありまして80名の生徒さんしか 受け入れることができなかったという状態でしたで、一応無,無料の塾という形でやってるんですが、えー、講師に関しては大津市の、えー、元塾の経営者の方塾の講師をしていた方それから英会話教室の、えー、講師をしていた方の2名しかおりませんで、本当はもっとたくさんの先生が来てくれてもっとたくさんの子どもに教えたいという思いはもちろんあるんですけども一生懸命探した 結果2名しか見つからなかったということなんですね。子どもたちはでもすごく勉強したいという意欲がすごく高くて大津市の復興のために一生懸命今勉強してしっかり高校に入って大学に進んで大津市の復興に役立つ人間になって大人になって戻ってきたいというような子どもたちがたくさんいました。私は5日間しか いられなかったんですけれどもその中ですごく印象的だったのはあのコロ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 ボランティア入れ替わるんですねだいたい1週間から2週間のスパンで入れ替わってしまうんですけれどもその入れ替わるコロコロいろんな人が来るボランティアに対してもあのポロッとあの津波の被害の状況だとか俺んち目の前海でさ全部流されちゃったんだよね。 っっポロッと言ったりすするんですよそうかと思うと友達と楽しそうにしゃべっていたり夢の話をしていたり消防士になりたいんだなんてキラキラ目を輝かせていたりっていうその本当に子どもたちの素直でまっすぐなあの瞳を見ていたらですねやっぱりこの子たちの将来この子たちが思っている夢の手助けをしたいで神奈川にはあの私もそうだったんですが。 あの教員採用試験に、まあ、受からなかった人たちがです、ね、臨時の職員としていろんなところに教育委員会に登録をしている人たちがいるんですよ。であのよお呼びがかかるのを待っている状態の人たちがいっぱいいるはずなんですね。でそういう人たちにぜひいい機会なんでね現地を見るということもそうですし神奈川の子だけではなくて子どもって結局どこにいても一緒なのであのその教えるという。 とこをぜひ東北で大土でやってほしいっていうふうに今思っていましていければそのあんまりコロコロ入れ替わらない方がいいんです教える人は子どもたちにもずっと同じ人がいてくれるのがいいんですがあのなかなかやっぱりこっちからずっと向こうにね1年間行ってくださいっていうのは難しいのでまああの1週間 まあ最低1週間という条件が語り場の方から出ているんですが神奈川の中でその教員の募集団のようなものを作ってきちんと切れ目がなく大槌の方に神奈川から教員を送れるような仕組みを今作りたいと思ってえ動いているところです。ななかなかか現地ものの方は3月の22日からもう春の 新しい授業が始まったんですが大土はやっぱり体制がなかなか整えられないということで5月をの再開を目指して今調整中ということですでボランティアの募集も今のところホームページの方に出ていないのでえちょっとどうなるかはあのまだ様子を見なきゃいけないところもあるんですがえ今後ですねあのとにかくまずその1週間行ける人っていうのをボランティアステーションの方で声をかけてみてまあどれぐらい集まるかわからないんですが。 あの語り場の方が動き出したらこちらもすぐ対応できるような準備をしたいなというふうに思っていますなかなかちょっとあの現地からやっぱりこっちにいるとなかなか情報が入ってこないのであのスピードとしてはちょっと遅れてしまっているんですけれどもこれを機にですねここに集まってきている皆さんあの大津の支援に関心がある方々ばっかりだと思いますので学習支援についてもですね 将来を担っている子どもたちのためにお力添えいただけたらなと思います。以上です 石田さんどううもありがとうございました、えー、と今、教育支援というあのお話だったんですけれども、えー、と神奈川県内ではないんですけれども、えー、と今日ですねあのシャンティー国際ボランティア会の,あの広報担当の鎌倉さんがいらしていましてあのあのシャンティーさんはこの土チオの上映の、えー、とサポートもずっとあのされていたんですけれどもあの大槌町でも活動をされているということなのでちょっと一言、はい、あそんな暗いところじゃなくてこっちに。<laughs> <laughs> はい、<laughs> 皆さん、こんばんは。 シャンティ国際ボランティア会で広報とあともう一つあの岩手県事務所の図書館事業のスーパーバイザーをしております鎌倉と申しますあの今回本当に急,急な飛び入りであのお時間いただきありがとうございますであのシャンティ国際ボランティア会は1981年にあの設立いたしました、まあ、今年で31年目なんですけども、まあ、現在タイカンボジアラオスあとミャンマービルマ難民キャンプと申しまして あのミャンマーの軍事政権からまあ迫害を受けて追われた人たちが隣の国タイの中にあの難民キャンプを形成しておりますのでその難民キャンプまたアフガニスタンであの図書館活動を中心とした活動を行っておりますでそのまあ31年図書館をやっていたという経験を生かしましてあの岩手県の方であで岩手を走る移動図書館プロジェクトとなんとびっくりですねすべてのホームページにその岩手のページのリンクは全然あ,あるのかな。東北に寄り添っての えっとこれをクリックしていただけますか。で下の方にあの岩手のバナーがちょっとあるんで、ちょっとこれですね。あ、あまああのこれ見ていただけたらあれなんですけども、えっとこのような活動をしております。で、大槌町だけではなくて隣の山田町またあの釜石を挟んで陸前高田と大船渡 でこの車を出してですね、仮設住宅を中心とした移動図書館活動を行っております。ただあの大槌町の場合ちょっとあの活動がさらにいろいろやっておりまして、実はあの大槌町とのプロジェクトはあの教育委員会さんあの障害学習課との共催事業ということで、もうあのいろいろとあの情報交換をしながらやってるんですけども、今年の2月にあの常設の図書館を 置くことができました。あのー、2、3年前に廃校になりました。金沢小学校という結構山の <laughs> あの方で、あの中心地から1。5キロぐらい離れてるんですけども、そこの廃校となった小学校をあのー、教育委員会さんのご厚意であのー、借りることができまして、そこで小さな図書室をやっております。で、そこはまあ図書室でってもあのグランドに仮設住宅がありますし、とは言いつつかなり遠いんですけども、やはりあの本好きの人は構え。しにくい 距離よりは近いよということで、まあ、来てくれたりですとかそこでまた、あのー、どちらかというと図書室というよりカフェのようなスペースですのでお茶を飲みながらみんなでこうお話をするというようなことをやっております。でそこを中心に、あのー 大槌町は3カ所ですね、今のところ巡回しておりました、和野橋と三枚堂とキリキリ中学校仮設だったんですけども、えと今との4月から運行先があの倍近くあのなる予定です、また隣の山田町にも、この,あの金沢小学校の金沢図書室というんですけど、あの利用しまして巡回していきます、山田は4カ所、今、7カ所ですね、巡回してるんですが、そちらもあの倍になる予定です。 で活動は最低でも2年は続けようということでやっております。でこれはあの実際移動図書館を始めるときにあのオフナの図書会員の方があの移動図書館って約束なんだよっていう話をしたんですね。で同じ仮説に2週間に1度お伺いします。でお一人様あの5冊まで本を 借りることができるんですけども。結局その2週間後、その本を取りにまあ、戻るわけですよね。なので、ただ1回のイベントであれば、もうこの移動図書館はやめてくれとで、その2週間に1回ここに来るよ。っていう約束を守れるのであれば、やったらやってみたらどうかとお話をいただきました。でとはいつつ、最初はすごい。あの、この車が来てもびっくりされたんですけども、と台風12号が。 あった日に、やっぱりあの移動図書館に行きましたら、あこんな雨風の中来る、来たんだな、みたいなことで、そこで、案外、皆さんからあの驚かれて、そこからこう利用人数上がったかなと思っています。はい、なので、まあ、二〇三年。でも、今年の夏にもう一回、授業を見直して、できれば、大洲市長の図書館が何かしら復活するまでは関わっていきたいと思います。で 図書館の岩手県における図書館の役割というのが3つあります、まず1つは情報の拠点であること、そして復興に必要なあの,復興の拠点であること、そして住民の潤いの場所であることというあの3本柱、岩手県図書館の方で出してますし、まあ、それもあのその通りだと思いながら、小、まあ、洲市長に寄り添いながら活動を続けていきたいと思います。あとボランティアなんですけどもあのこの移動図書館 あの職員が今大槌町に5人おりまして全員あの大市出身の人が3人と山田出身の人がふあの2人の5人体制でやってるんですけど。 あの運行の時お茶を出すボランティアさんですとか子どもが来たら子どもと遊ぶボランティアさんですとかそういうボランティアも募集しておりますし東京事務所でもいろいろと本のバーコードの読み取りの作業とかは実は東京でやっておりましてそういうちょっと地味な仕事もあのお好きな方がおりましたらぜひお力添えいただきたいと思います。今日は本当突然ですがががお時間あありりととううごござざいいままししたた鎌倉さん えとそれではではすね、えーと、先ほど鎌倉さんから図書館はその情報の拠点というお話もありましたけれども、えー、と神奈川の方からですね、一番初めにお話し,してちょ,ちょっともうみんなすでに忘れてるかもしれないんですけれどもその情報支援ということで大津市長に2月に入ったんですが実際にどのようなことをしてあの 来たのかしているのかというのを、えー、うちのボランティアステーションの、えー、と IT を助けたいというあの IT に強い人たちのチームがいるんですがそちらの落合からあの簡単に紹介させていただきたいと思いますのでお願いいたします。 こんばんは落合と申します、えー、私の方からですね、えー、陸前高田市のホテル三代さんのホームページ開設のお手伝いをさせていただいたことをお話しさせていただこうと思っております座らせていただきます、えー、時間もありますのであのー、スピーディーにいきたいと思いますけども あのー、これはあの1月のです、ね、後半の約2週間の間に起こったことです。で、まあ、お聞きいただく前に3つほどポイントを挙げさせていただくと、えーまあ、去年の秋冬以降、えーまあ、がれき撤去ですとか泥出しといったハード系の活動以外の。 まあソフト系というふうにくくられたりしますけれどもいろいろな多様的なですね活動が出てきたと思いますけれどもその中の一つであったのあるだろうというふうに思っております。二つ目はですねえー、えー 神奈川にいながら私はこれ活動をさせていただきましたということで、まあ、遠隔地である神奈川でできる活動の一つというふうにお聞きいただければと思います。 で3つ目は、えーまあ、遠隔地で活動したんですけども当然、えー、人と人のつながりの中で、えー、アナログのコミュニケーションがあって初めて活動できたことですのでそこも、あのー、いろいろな方々の関係の中でできた活動というのを3つ目のポイントに挙げさせていただきます。<laughs> <laughs> では早速中身に入っていきたいと思いますけれども、えー、まずはホテル山陽様のホームページ作成支援の事例の方を主体的にお話をさせていただきます、まあ後から知ったことでありますけれどもホテル山陽さんの、えー、状況ですとかまたあの神奈川の私どもと出会ったところから作成までの過程をご紹介したいというふうに思っておりますでホテル山陽さんの状況、まあ、あの半分以上 えー、後から分かったことで、まあ、それ、お話ししてると時間経っちゃうので、はしょりますけれども、えー、ホテルンヨさんは、えー、左の地図のです、ね、矢印の先に赤い点がございますけれども、えー、そちらに位置されております、非常に海が近いですけれども、えー、海抜40メートルぐらいで、まあ、高台にあったためにです、ねえー、津波の被害を直接、えー、受けることは、えー、なかったと。でまあ 右上にありますような約10室のですねお部屋を提供されているホテルさんで非常に風光明媚な広田湾を望むことができるというホテルですで当然あの震災直後はですね避難所としていろいろなことをされていらっしゃってで7月にですねライフラインの復旧とともに営業を再開されてで 陸前高田に来られたボランティアの方々復旧復興の関係者の方々の支援を最前線の一人としてしていらっしゃいましたで夏からです、ね、秋冬にかける中でホテル三業さんが思われたのはですね震災の特需の次に来る えー、脅威と言いまますか、えー、心配、えー、がありました、えーまあえー、特需というのはあのボランティアもそうですしあとは、えー、法事とか法要とかいろいろなあの特需が、えー、あるそうですけども、まあ、その先にです、ねえー、またあの陸前高田へのビジネス客ですとか観光客が本当に戻ってくるんだろうかという、まあ、あの危惧ですね。 で物を売るにも売れないんじゃないかとか買うものももうないんじゃないかとか観光しようにも見るところないんじゃないかとか行くアクセスはないんじゃないかとか泊まるところすらないんじゃないかみたいなそういう情報がないがために観光客ビジネス客の足が戻ってこないということが数年後に起こるということを非常に危惧されていらっしゃいました。まあ、それで独自のホーームページを作って 情報を発信していくことで足を戻すお客様の足を取り戻していこうというふうにされたというふうに思われたということを後からお聞きしましたでは私どもと出会った後の作成の過程ですけれども先ほどちょっとアナログの話をちょっとさせていただきましたけれども神奈川ボランティア東日本大震災ボランティアステーションの 関連のですね、遠野市にある金太郎ハウスの茂太さんという方がいらっしゃいまして茂太さんが陸前高田商工会の鈴木さんと以前からですねコミュニケーションをとっていましたで神奈川のボランティア団体がどのようなことをやっているのかどのような人たちがいるのかっていうのを事前にお伝えされていました。その… その関係がベースとあって、えー、ホテル山陽の佐々木さんとです、ね、同じ商工会の鈴木さんの間でホームページ開きたいんだけどというご相談が持ちかけられて、えー、鈴木さんが、えー、本橋さんに連絡をされてで本橋さんが神奈川県にある IT お助け隊の方に連絡をされたとこの、えーとまあ、4名の方々のやり取りが最初に ありましたこれが1月の中旬です。でこの後に私があの川原さんと一緒にですね、えー、佐々木さんの、えー、要望といいますか、えー、やりたいことをお聞きしながら実際の作業に入っていきました。で実際の作業っていうのはもしホームページ作られた方がいらっしゃればあの かかりかと思いますけれどもまずはこういう全体構成と、えー、まあレイアウトですねページを何枚にしようかとか、えー、どういうレイアウトにしようかとかどこに何を載せようかという設計ですねで、えー、これはですね実際にあのホテル34の佐々木さんがあらかじめ作られていたものの写しですでどのような宣伝文句を1ページ目に持ってこようかとかですね あと、えー、ここにツイッターの連携を入れたいとかですねあとページを変えると代表的なプランですね宿泊プランの告知をここで金額も混えてしたいですとかあとはホテルの施設設備の紹介をするページを設けたい。 この辺り、えー、あらかじめ佐々木さんが準備されていたというのが一つのポイントです。で次に、えー、レイアウトが決まったら次はあの素材の確保っていうことに移、えー、ったんですけどもロゴですとか画像ですとか今回使いませんでしたけど動画楽曲というのもあると思います。で、えー、このような写真ですね。 これれもあらかじめ佐々木ささんの方でご用意されていました、まあ、ここまでがあのオーナーといいますか依頼主のえ主な準備だと思いますけれどもこれをされていたっていうのがあのスムーズに作成に取りかかれたという一つのポイントだったと思いますでこの素材を実際にウェブサイトの方にアップロードして えー、ページを作っていきましたで作ったページをちょっと,、えー、とご紹介したいと思いますけどもこれがあの1ページ目ですねで、まあ、先ほどのレイアウトに即した形で写真を、えー、埋めていきましたこれがお部屋の、えー、プランですねプランのご紹介ですね、えー、ちなみにこの えと写真はあの佐々木さんが後からご自身であの差し替えられたようなあの写真あのえことなんですけどそういうこともされていらっしゃいます次にはあの設備のえ施設のご案内のページですね客室ですとか宴会場食堂の案内ですとかえお風呂のえ紹介ですとか、えー あとは連絡先ですアクセスの紹介とかこのようなページを作ったんですけどもこの作成自体は数日でした、まあ、準備がされていたっていうこともありますけども非常に作成しやすい、えーまあ、ツールというかサービスを使ったっていうこともありまして数日でこのページを立ち上げることができました。 でえー、冒頭申し上げたように約2週間の作成期間を経て公開を2月の1日にすることができましてで、まあ、公開した後のとの、えーまあ、悩みというか次のテーマが検索したときにヒットするかという話になりましてでこれはの、アフターの話なんですけどもあすいません。 駆け足でやってるので、はい、すいませんでいや、こちらこそ飛ばさなきゃいけないですね、結果的に Google の,あのトップにヒットすることができましたという話と、まあ、それによって、えー、ここで真ん中辺ですねあの、えー、おかげで問い合わせの電話が多くなりましたというのが、佐々木さんからの、えー、直接なメールでの連絡があったんです。 でちょっと裏話ですけども下にある6行ぐらいはですねこの IT お助け隊の中でやり取りされたメールの一部なんですけども、えーまあ、検索に引っかかりやすくするためのテクニックっていうのがあるみたいで。 それをうまく使ったっていうことも効果が早く出た一つかなというふうにまあ私ではもちろんないんですけどもこういうテクニックを知っている方がですね IT お助け隊にいたのは非常に心強かったっていうことをご紹介させていただきますで一通り作成が終わったあ後今後こういう活動は繰り返されるであろうということで一例ですけども 準備から公開までの流れをです、ね、まとめて見ていますで右端に大体の所要時間の日数のです、ね、目安を残してみましたこれがあると次からの依頼に対する最初のコミュニケーションが取りやすくなるのではなかろうかというふうに思って残してみましたここで止めますか はい。ということで、えっ、ー、とですね、今回陸前高田の例を紹介させていただいたんですけれども、えっ、ー、と、こちらはですね、えー、もちろん大津市町でもどんどん新しいお店ですとか、商店街とか出てくると思うので、えー、そういう時に、あの、 この、あの、システムが使えたらいいということで、実際に今、あの、まだ公開はしてないんですけれども、えー、大津市長の方でも、ホームページの作成のお手伝いをさせていただいたりしております。で、あの、昨日私、あの、大久保監督と打ち合わせたときに、監督もあの、ホームページを、あの、個人の作りたいという話を聞いたので、よろしければぜひ、うちの IT を助けたいを使ってください。はい。 あと、その、他の団体さんでも、あの、ホームページを立ち上げたいとか、その、支援に行ったりしたときに、あの、もしそういったことがお耳にあればですね、きっとお手伝いできることがあると思いますので、あの、お心に留めていただけたらと思います。以上です。どうもありがとうございます。 えっと、では、ちょっと最後になるんですけれども、えっ、ー、と、実はですね、今回のイベントのために、あの、大土の、あの方からですね、えっ、ー、と、うちの、えっ、ー、と、情報ボランティアの一人である、あの、大西がですね、ビデオレターを、あのー、撮ってきたので、それを皆様に、あの、見ていただいて、えっ、ー、と、一旦、えっ、ー、と、お開きにして、その後は、皆様ご自由に、あの、交流をしていただきたいなと思いますので、えっ、ー、と、こちらの方を、えっ、ー、と、ご覧いただきたいと思います。 えー、こんにちは <laughs> えーとー先ほどの,あのうちのメンバーの落合い、えー、並びにここのスタッフとともにです、ね、2月の半ばに一度大槌町に行きまして、えー、情報支援ボランティアの、まあ、ヒアリングとかも含めいろんな、あのー、団体の方々と交流する場を、えー、にちょっと参加させていただいてで先月、ですね、あのー、この後流しますあのー 向こうで活,活動している阿部智子さんと、えー、それからオラガ大槌夢広場の広報、えー、をやっている小川さんという方の、えー、ビ,ビデオレターを頂、えー、きにあの大槌まで行ってまいりました。であのー まあちょっと時間の制約もあり、中の詳しいこともちょっとあの言いたいんですけれども、一つだけあのその大土にたまたま行ったときにです、ね、遠の,の,の,の真心の高橋さん、先ほど司会をやられていた方ですけれども、一緒にあのちょっといろんな話をお聞きしているときに、突然地震が来まして、震度4の地震が来て、であの津波注意報が発令されたあの日なんですけれども、あのちょっとびっくりしたんですけれども、そのその後我々も大土高校の方に避難しました。 であのー、一応解除まで1時間弱ぐらいの間、あのー、そこにいましたで、あのー、そこで、えー、いくつかちょっと気づいたことがあ,あるのでその話だけちょっとさせていただきます、あのー、まずですね NHK、あの,ー NH のあのー、緊急特番に変わったのでそれを見た後に大槌高校に行った後はあと、の、は、ー、ラジオ放送が流れてたのでそれをずっと聞いてたんですけれども 大津市町ってなかなか出てこないんですあの大津市町は避難勧告が出てますみたいなことが、えー、お隣の釜石だとか大船渡とか山田町宮古なんかは出るのに大津だけ遅いんですよねそれがすごくなぜか なぜなのかなっていうやっぱり自治体の小ささがそ,れその迅速さをは阻んでいるのかなっていうこともちょっとあの考えてはいたんですけれどもなかなか大槌町が出てこないここもちょっとまだまだ課題なのかなっていうこともちょっと思っていますであの話が前後しますが一番最初こうあの釜石からあの行ったんですけれどもその釜石から行った時にあのー 一番最初、大乳の役場に行ったら地図がないと言われてやっぱりあの前回行った時は車で全部回ったので歩いたらどういうふうにあのここからここまでどのぐらいかかるのかとか行けるのかということをちょっと把握しておきたかったから一度あの、役場の方に行ったんですけれどもあの地図震災後の地図はないと言われまして。 でその後にあのどうしようもないのでひとまずあの前回車でたどったところの記憶をちょっと思い出しながらこっちだったかなという感じで行ってあのキラリ駅という復興商店街というのがあるんですけれどもそこであの高橋さんとお会いしてまあ喋っていたというようなあの流れなんですがであのその後にあのビデオレターをいただいてまあ,あの帰ってきたんですけれどもそのビデオレター のの前にですねその安,倍智子さんあ安倍智子さんという方が今お家、大津でひょっこりひょうたん島プロジェクトというものをやっておりますで、えー、とちょっと高橋さん、申し訳ないんですけれどもひょっこりひょうたん島プロジェクトの説明を少しあのしていただけまますすかお願い、はいいたしはえっ、ー、と安倍智子さんって方なんですけれどもあのあちらにいらっしゃる安倍圭一さんの実は奥さん。 でしてあの尾が大槌市の理事の方でもあるんですけれども、えっと、その方が、えっと、大槌町を、えっと、もっと学んでいこうと、えっと、自分たちもですし外から来てくる方々も学べるようなそういう塾を開催しようということでこのプロジェクトを立ち上げたましたでちょっとあの時間も押してるのであのなかなか説明も難しいんですけれどもあの、えっと、今後あの遠野漫コーネットもですしあとは横浜のコミュニティデザインなども <laughs> あの何らかの形でちょっとあの関わる予定でしてえとそこら辺についてはあのまだいろいろと詳細はえとなかなかお伝えできないところもあるんですけれどもう告期待ということであのそういう大槌長を学ぶそういったプラットフォームをえーと安倍智子さんたちが作っていくそういうプロジェクトですね。 あ,ありがとうございます。で、えー、そのあのプロジェクトリーダーであるあの阿部智子さんからまずビデオレターを頂い,いておりますので、えー、ご覧ください,、はい。皆さんこんにちは。えっ、ー、と大洲市長の阿部智子です、えー。昨年の震災以降いろんなことが起こりましたけれども、えー、今は。えー えー、大槌町の産直の、えー、ゆいゆいというお店があるんですけれども、えー、そこの理事をしながら事務局をしながらそしてオラが大槌み広場こちらは一般社団法人なんですけれども、えー、復興食堂の方をやっている、えー、団体なんですがそちらの方も理事をしておりまして <laughs>、えー、いろんなことに、えー、携わりながら、えー、この度あの。えー 大と東京都の連携のひょっこりひょうたんじのプロジェクトの、えー、今プロジェクトリーダーという形で、えー、話を進めているところです。もともとと、ね、東京都のの方から、えー、今回のあの、えー 震災に対して、えー、被災地支援というあの、えー、そういう支援事業の一環で、えー、と東北地方の、えー、福島と宮城と岩手の3県の、えー、町あのと,、えー、とか町に対しての、うん、そういうあの、えー 文化芸術っていうそういうソフト部分からのその街づくりを一緒にこうやりませんかっていう話がありましてえそれが。あの えー、釜石と大槌っていうところがあの一緒にやりましょうっていうことになったんですねそれをもとにその大槌町では蓬莱、えー、島っていうあのちっちゃい島が大槌湾にあるんですけれども、うん、それがその、えー、ひょっこりひょうたん島というあの人形劇のモデルになったって言われているあの島があるんですね。 であのえー、お昼の,その正午のチャイムにひょっくりひょうたん島の,あの音楽が流れているので、えー、町の皆さんもすごく馴染みのあるあの題材なんですけれどもそれをモチーフにしてこの辺りの街づくりに何かこう生かせないかっていうところで、えー、じゃあ実際何をしようかっていうことを、えー、今までずっといろんなことを話し合いながら <laughs> 進めてきました。 実際こうアートプロジェクトでちづくりをされてきたあのアーティストの方々をえ月に1回ぐらいこうゲストとしてあの大槌に来ていただいてえその事例を聞きながらあの今後自分たちがそのえ大槌の,の新しいちづくりそのアートプロジェクトをどういう形で、えー 展開してていいこううかっていうのをあのずっとあのいろんなことを「あのひょっこりひょうたん自慢」のビデオを上映会とかしながら、えー、やっとなんかこう形が見えてきた今そんな段階です。よくあのメディアを通してあのいろんな情報がいってると思うんですけれどもあの実際にこう足を運んでその被災地に来た方は皆さんこう、えー、とやっぱりこう来てみて。 本当によく分かったっったておっしゃるんですね、うん、なのであの、まあ、大土だけじゃないとは思うんですけれどもあのもしできるんであれば一回あの被災地に足を運んでみて自分の目で見て感じていただければなというのは思います。 えー、安倍智子さんからのビデオレターでしたえ次にですね、あのー、今、撮影してた場所がちょうど復興食堂になりますがその復興食堂で広報を、えー、やっております小川さんからもいただいておりますのでご覧ください、えー、オラが大槌夢広場の、えー、営業と、えー、広報、えー、事務員をしております、えー、小川と申しますですね今回このオラが大槌夢広場、えー、なんですけれど 11月2日に、まあ、任意団体から、えー、と一般社団法人になりましてですね町ではできないことを、えー、と代行してやるっていう形をちょっと取らさせていただいておりますなので私も実はあの緊急雇用創出事業っていうのを町から、えー、といただいておりまして、えー、と町からお給料をいただいております、えー、でもそれはいずれはなくなってしまうものなのでえっ、ー、とですね 早く、えー、その緊急雇用創出事業っていうのを、まあえー、と取り外して自分たちでまず独立して動くでさらには他の人たちも雇用するっていう、えー、のを最終目標にした、えー、と団体になりますでそのプロジェクトの一つとして、えー、と復興食堂っていうものも、えー、と行っておりますしさらには、えーとですね、学生と一緒に、えー、と何かをするインターンシップだったりとか、えー、他には企業さん受け入れをしたりとかそういうのも、えー、と全部っと全部 コラボしながらえっ、ー、と大津市町を盛り上げていこうと思っておる団体です。大津市町の魅力はですね、えー、まずえっ、ー、と海の幸山の幸、えー、いっぱいあります。で調理しなくてもそのままの素材であの本当に美味しいものになりますのでえっ、ー、とぜひいらしていただいてまあ生のえっ、ー、と調理をしない新鮮度の高いものをえっ、ー、と食べていただければいいと思います。 えっとですね、まだいらっしゃってない方たちも多分いっぱいいると思いますで私のお願いなんですけれどいらし、えー、っと被災地にいらっしゃったから偉いとか、えー、っと私被災地に来たからボランティアしたからとかではなくてあの遠くからでもできる支援っていうのはたくさんあると思いますえー、私誰でもできる支援っていうのを皆さんにお願いしておりますそれっていうのはえー、っと あの皆さんにしていただければなと思っておりますなので、えーとまあ、今回こちらのビデオの方で、まあ、大西さん今撮,ら撮っていらっしゃるんですけれどこれを見た方たちがお友達、えー、家族会社、えー、さらには親戚、えー、子供にこの映像のことをお話ししてんと被災地のことをお話ししてで風化させない、えー、とボランティアを一緒にしていけたらなと思っておりますのでよろしくお願いします。はい ありがとうございましたはい、尾西くありがとうございました このビデオレターを取りに行くのにあたり、えっ、ー、と、たった一人で、あの、夜行バスに乗って行き、えー、高橋さんに会い、うん、安倍さんに会い、小川さんに会い、自身にも会ってきた大西くんですけれども、えっ、ー、と、これからあと、えっ、ー、と、15分ぐらいは、あの、自由に交流の時間にさせていただきたいと思いますので、奥で、あの、グッズも販売してますし、あの、今お話しした、あの、大西、大内愛、石田、それから高橋さんに、安倍さんに、 あの、久保監督に、あの、熊横の登場さんに皆様いらっしゃいますので、あの、ぜひご自由に交流していただけたらと思います。本日は長い時間どうもありがとうございました。 ここはまだ閉めませんので、あの、ご自由に皆様、ぜひ交流したり、名刺交換したりしていただきたいと思います。それで、もしまだ時間がある方は、えっと、22時からですね、場所を変えて懇親会をしようと思っております。えー、一応、あの、参加費2000円ということで、そんなに大きくないんですが、あの、ここの近くにですね、えー、あの、ジャズ喫茶ちぐさという3月の11日にオープンした日本でかなり古い、あの、ところのですね、え、ジャグズ喫茶の復興でオープンしたところがあるんですが、 えー、そちらの方でちょっとあのやりたいと思っておりますので、もしお時間ある方は山根までお声掛けをお願いいたします。えー、ではあの皆様自由に動き回ってぜひ交流してください。どうぞよろしくお願いします。